最初のクリスマス、フランキンセンスとミルラのお話。今から2000年ほど前、乙女のまま身ごもったマリアは、夫のヨセフと共に旅をして、ベツレヘムという町に着き、馬小屋で男の子を産みました。そしてその幼子をイエスと名付けました。その夜近隣では羊飼いたちが羊の番をしながら野宿をしていました。すると天使が現れ、神の子が生まれたと告げたのです。羊飼いたちは馬小屋に駆けつけ、幼子イエスを見つけて拝みました。空にはひときわ明るく輝く星が現れました。その星に導かれ、遠い東の国からも3人の博士たちがやってきました。博士たちは母マリアのそばにいる幼子を見てひれ伏して拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、すなわちフランキンセンス、モツ薬、すなわちミルラを贈り物として捧げました。王としての富や権力を表す黄金とともに、最も価値あるものとして贈られたフランキンセンスとミルラ、いにしえより神に捧げる勲功とされてきたフランキンセンスは、イエス・キリストの神聖さを表し、死者の埋葬に用いられてきたミルラは、やがてイエスに訪れる死と復活を象徴していたと言われています。